中野さん、はい、聞きたいことがありましたよ。ありますか。車の乗り換え考えてるんですけど、よく社長が3年、5年、7年で新車からちょっと値段のリセール変わるよねみたいな話するじゃないですか。乗り換えのタイミングね。タイミング、はい、うんうん、買った車のもちろん車種とかにもよるかもしれませんが、うん、一般的によく新車から3年で乗り換えるといいみたいな、うん、はいはいはい、あるね、いろんな話がね、はい、得は得かみたいなね。そうなんですよ、はい、プラス、うん、このタイミングで乗り換えるとちょっともったいないみたいな。 あるね、あるある、言ってあげたい時ある。そうっすよね、うん、でもやっちゃってるから言えないみたいなね。もう過ぎちゃってることですか、ね、それはそうやね。この辺はちょっと今回、そっか、それやりたいね。はい、聞きたい。いいね、いいね、うん、早速じゃあお願いします。 OK、 やりましょうか。損する乗り換え方、これやめた方がいいよっていうのもあるけど、自分が一番得だと思う乗り換え方、はい、からいこっか。じゃあまずね、お願いします。僕は新車を買って3年ごとに乗り換えるのが一番いいと思う。あ、そうなんですね、うん、よく車検の前に乗り換えるみたいな人いるじゃないですか、うん、そうそうそう、やっぱあれ得なんですね。 あれがね、僕は一番得だと思う。もちろんね、車種によるから、新車って言ったけど、例えば新車より50万安いちょい走りがあったりとか、はい、確かに日常車とかもありますから。そう、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、1回目の車検を迎えるといろいろコストがかかるから、それを迎える前に乗り換えるっていうのが一番得だと僕も思ってる。で、それってなんてかっていうと、まあ当然いろんな理由があるけど、1回目の車検って3年空いてるから、はい、まあ、消耗品も結構消耗してるから、もちろん車検代っていうのはそんなに高額にはならないことが多いけど、でもやっぱタイヤとか、はい、バッテリー、まあ、当然オイル関係も全部変えないといけないよね。でこれ辺がさ、通車で行くとやっぱなんだかんだでかかっちゃうことが多いよね。15万ぐらいは超えますね。超えるよね、はい、まあ、要するに3年乗る前提だから当然変えとこうとかってなるから、投資が余分にかかったりするよね。税金関係も含めてね。もちろん最低限だった場合は10万超えらでいけるかもしれませんけど、そう、それに加えて、まあ、細かいところを言えば、任意保険とかも新車特約とかって言ってさ、新車って事故とかが少ないから、はい、そう、保険がちょっと安くなったりするとか、そういうメリットもあるし、はい、さらに細かいこと言えば、新車みたいな車の方が、やっぱ古い車より燃費が良かったりとか、まあ、そういうのも含めて、経済的に見て、新しい新車っぽい車を初回車検まで乗るっていうのが一番僕は得だと思ってますと。そうですね、乗り換え時期としては一番いいと。うん、いいと思ってる。はい、で、逆に自分が損だと思ってるやり方でいくと、やっぱりその車検を受けた直後、うん、そのよくある例がお客さんで結構勘違いされてる人、例えばさ、新車買って一回も車検受けようかな、乗り換えしようかなって迷ってたけど、とりあえず車検通しました。まあちょっと丸い数字で説明するよ。じゃあ10万円かかったとしようか。車検が、例えばさ、査定が80万円でしたと、はい、かんないか、とりあえず車検10万円通しました。で、通した直後に、あ、やっぱ欲しい車が出てきて、これ買おうって思ったんで、下取りしてくださいになったら、お客さんとしてはさ、80万円のものに車検で付けたから90万円以上で取ってくれると思ってるけど、それが70万円になったりするよね。まあ全然あります、ね。ある。ちょっと今悪い数字で言ったから、本当はもっと大きい数字なんだけど、はい、これ36ヶ月で貿易がかなり、ね、36ヶ月をまたぐと、コンと下がるタイミングだったりするから、相場もコンと下がるし、車検代もこうかけちゃってるから、ダブルで損するっていうことがかなり起きるよね。ありますね。これ営業としても結構しんどいじゃん、正直。まあ正直そういうお客さんいるんで。そう、しんどいよね。なんか自分がさ、俺も経験あるけどさ、新車売ってるお客さんが、はい、車検かどうしようかなって言ってて、いや、乗り換えるんだったら、この車検前っすよって言うけど、やっぱりさ、強く言えんじゃん、自分が売った車乗り換えるべきだよって。でも乗り換えんだここはいいけどって言ったけど、決められなくて、車検でまあいいんじゃないですか。そこにも5年、次5年のタイミングですよって言ってたら、デゼルの新型出たけどあれどう思うみたいな。はい、あります、ね。いや、これめっちゃいいと思うけど、査定額は下がりますよって話になって、はい、とかってあるよね。あります、あります。うん。で、それ説明して。まあさっきみたいな話やね。で、これで行くと、3年をまたいだ直後に車検を受けて乗り換えは最悪だし、次これどこなのと。ここまたいだら、正直、5年、はい、また次の車検。新車の登録から60ヶ月。60ヶ月、はい。うん。だからこれね、ここが一番でかいと思う。下手したら。下がり方。こっちの方が実は。でかいと思う。まあ、これ車種にほんとよるけど、まあ、はい、トヨタ全般の普通車とか、輸出する車なんかは、でかいね。これ1ヶ月になっちゃうともう、だだ下がりするとですね。そう。これが圧倒的に、ポンとこう、相場の谷が来るところが結構多い。例えば、アルファードとかもそうだし、今年のアルファードとか多分やばいと思う。まあ、そんな感じ。で、2回目の車検だから当然ね、1回目より多分高いだろうし、消耗品も増えていって。さらにこれもう一つ理由があって、僕たち中古屋さん目線で行くと、一番多いのって、まあ、距離どれぐらいがいいですかとか、どれぐらいの年式までが許せますって言うと、やっぱり5年落ちまでとか、3年落ちまでとか、あと、まあ10年、10万キロ以下とか、はい、まあ3万キロ、5万キロ、10万キロってお客様
様からめちゃめちゃ言われる数字よね。うん、言われますね。だからね、その49,990キロの車と50,010キロの車は別物だよって俺よく言ってるじゃん。そうですね。社員とかにもね、はい。検索にかかる量がから50,000キロで絞る人がめちゃめちゃ多いから。あ、カーセンサーとかグーとかで需要がそれだけ変わるよってことですね。そうね。はい。だから相場もそこで一気に変わる。一番そうなのは50,010キロで登録5年目の車検を受けて、はい、さらに距離も50,010キロとかになってた瞬間売るとかもうめっちゃもったいないって感じ。なるほど。うん。30万損してる感じあるよね。ああ、まあそうっすね、うん。例えば50,000キロまたいだらもう正直50,010キロと70,000キロぐらいって、はい、ほとんど査定の価格としてはね、同じ電子機だとあんま変わんないんじゃないかな。オークションそうは変わんないね。変わんないですよね。まあ、その次でいけば例えば70,000キロまで乗ったんなら70,000キロも100,000キロもそんなに変わんないよね正直。うん、もう僕らの査定額としてじゃあね、普通さ未使用車と10,000キロって言ったら10万以上査定額差が出るけど、はい、正直70,000キロと80,000キロって CM も変わらないよね。ちょっと言い過ぎかね。まあまあ多少やるかもしれませんけど、感覚的にはそんな感じ、はい、それこそじゃあ70,000キロから100,000キロのこの30,000キロってそんなにさ査定額変わらないよね多分。まあその大きな下げ幅と比べるとね、あまりないと思うんで、ただこれが199,000キロと110,000キロってなると、はい、ちょっとこれまだ話が全然違う、まあ、そうですね。10万ぐらいは下がるかな。そんな感じだから覚えてほしい数字は、まあ、タイミングも距離も3、5、10。まあ、間で言えば7。この辺をまたぎたくないって感じかな。なるほどですね。うん、じゃあ改めてまとめると、うん、新車からだいたい36ヶ月。うん。一つ目のタイミングはね。次は60ヶ月。うん。そして距離で言うと、うん、まあ、3万キロ以下のうちの手放せばいいと、うん。そうね。あと5万キロ以下とか。うん。これはもう人それぞれライフスタイルに合わせた方がいいと思うし、ローンで買う人とか、分割の金額は当然さ、60ヶ月とかの方が3年より月々支払い下げれるじゃん。はい。それは別にそんな無理して、じゃあ3年に詰めなきゃとか考えなくても全然いいと思うし、5年でもいいし、そんな感じかな。しかも今だと納車まで結構新車の場合時間かかるんで、うんうんうん、結構早めに。そうね。あとごめん、これ絶対言いたかった。困ってた、はい。ね、一番もう逆に言うともっといい方法ね、いいやつに戻すと、はい、最高なのは新型車が出た瞬間に新車オーダーするっていうのは最高だと思う。ああ、まあなるほど、そうですね、うん、そうですね。まあ今でいけばさ、プリウスとか、まあ今注目されているのでいけばプラドとか、はい、アルファの新型が出るって言われてるじゃん。今後ありますね。そう。だから新型が出た瞬間注文して3年で売るってなると、売る時も新型のままだから、現行モデルのまま手放すと、これはかなり現行モデルだからね。相場下がりにくい。だから、モデルチェンジをまたがないっていうのも一つポイントかな。確かにそうですね、うん。一番重要ですね。一番重要。それは結構、俺たちもかなり意識してる。そんな感じかな。まあ大体そのフルモデルチェンジまで、少なくても5年ぐらいは変わらないと思うんで、大体のメーカーさん。そうね。だからモデルチェンジ後を狙うっていうのは一つポイントかな。そうですね。今欲しい車か、うん、フルモデルチェンジから何年経ってるかとかも、よくチェックして購入した方がいいってことですね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、今回、損しない、損する車の乗り換えタイミングということで、はい。消してきましたけども、ありがとうございました。はい。そうだった方はぜひ高評価と。はい。そこならなかったよという方は低評価。はい。どちらでもいいので、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい。中野所長、ありがとうございました。ありがとうございました。Shoulder stands this side away.